さあどうだ。どうもこんにちは、今回はですねまたダイソーに行ってきました。アウトドア用フライパン300円というものを買ってきたんですけども、大きさがですねこちら16センチのフライパンになってます。アルコールバーナーなどに乗せて使用できるフライパンですとなってるんですけども、中身はですねこんな感じになってまして、取り外し式のハンドルがついてます。要はですねここに引っ掛けて、持ち上げるというような作りになってます。昔ですね、スケーターのツーウェイスケレット、ご紹介しましたけども、漢字で言ったらそんな感じの作りになってるのかな。で今回はねこちらを2つ購入してます。で、2つ購入した理由なんですけども、まずねこれねフライパンなんですが、これだけ見ると結構お皿みたいな感じがしますよね。なのでステンレスのお皿として普通に使えるだろうというのが1つで、それとこんな感じでですねスタッキングできるので、食器ケースなんかにも入れやすいだろうと思いました。でこれね素材がステンレスになってます。ステンレスなのでいわゆるですね鉄板そういったものとは違ってですね、結構清潔に保つことができます。例えば汚れたらこう洗剤とかでガシガシ洗って、適当にね干しとけば使えるという感じなので、ちょっとした料理に使いたい時とかですね、これをそのままお皿として出したい時なんかに、いいのかなと思いまして、今回はですねこちらを2つ購入してみました。で実はですねこういった感じの商品、僕ねスケーターさんと商品開発したりとかしてるんで、こんなのもね結構プレゼンしたりもしたんですよね。僕が考えてたのはこれが例えば4つ5つあって、でこう家族向けにそのまま使えたりするようなのを考えてたんですが、300円でねこれが出てるので、300円というのはねダイソーとしては高い方ですが、アウトドア用品としてはめちゃめちゃ安いんじゃないかなと思います。比較のためにですね一度お見せしたいなと思うんですが、これがですねいわゆる普通の100均で売っているステンレス皿です。これフライパンになったらねいいなと思ったりもするんですが、確かねこれは直火禁止だったと思います。そうですね、直火料理や電子レンジやオーブンでの使用はしないでくださいとあるので、直火禁止なんですよね。直火禁止なんで、これをね直接火にかけることはできないんですが、これステンレスなんでこれがそのままフライパンだったらいいのになと思ってる方ってね結構いると思うんですよね。でそういったものがですねリアルに商品化されたのがこちらなのかなと思います。これがお皿なんですが、こんな感じでスタッキングすることが可能です。でちなみにですねこれが僕の食器ケースなんですが、こんな感じでこれにこうお皿を入れますよね。お皿を入れて、こちらのねフライパンこれを入れても全然 OK かなと思います。で今回ねちょっと試してみたいなと思うのは、せっかくね2枚用意しましたんで、こういう使い方試してみたいんですよね。こんな感じで、この重ねた時はですねだいたい親指ぐらいの厚さかな、親指ぐらいの厚みがあるので、ちょっとね料理をね試してみたいなと思います。贅沢を言うとですけどね、このステンレスの厚みがですねもうちょっとあると、安定感もねもうちょっと増すのかなと思いますけどね。でも300円だったらこれぐらいかな。例えばこれで目玉焼きもいきますよ。卵もいきます。でここでですね2枚購入した利点を生かして、こんな感じの使い方どうでしょう。この中ね結構油跳ねしてるみたいですが、重ねているので特にね飛び散ってくることもないです。さあどうだ、いいんじゃないでしょうか。いいですね、なんかこの目玉焼きっていうのもね、なんかこう初心に帰るじゃないけど、やっぱたまに食べると美味しいんだよなこれ。うわうまそう。
カリカリ。素材がステンレスだったんで、ちょっとね焦げ付きとか心配してましたが、そこまででもないですね。やっぱりちゃんとね最初に温めてあげれば、そこまで強くですね焦げ付くようなことはなさそうです。朝ごはんとかにね最高ですよね、ハッシュポテト。まあこのステンレスフライパンですよね、これのまあいいところといえばね、やっぱりね手入れが楽ってことだと思います。シーズニングって結構ね家でやる分には全然問題ないんですけど、屋外でねやろうと思うと結構めんどくさいですよね。そういうめんどくさいことをしなくていいっていうのはいいなと思います。豚肉なんでねすぐ火が通りますよね。このね豚肉のね僕的な一番おすすめの食べ方としてはね、もうシンプルに塩だけ、ほんと塩だけです。これがもうねおつまみにはぴったりなんですよね。うん、うまっ。はい、ちょっとね香り種をね次は行ってみたいなと思います。餃子です。餃子がねもし焼けたら結構いいものなんじゃないかなと思うので、最後にですね餃子を焼いてみたいなと思います。今回はですねまず料理としてベーコンエッグ、その次にハッシュドポテト、その次にね豚の焼肉、豚バラ焼肉ですね、で最後に餃子というふうにやってますが、かなりねおつまみセットみたいな感じで今回は作ってみました。こういったですねソロキャンプの一人飲み、一人飲みのおつまみがダイソーの300円商品これでできてしまうというのは結構面白いところじゃないかなと思います。個人的にはですねキャンプ道具っていうのは手入れのしやすさっていうのも結構重要だと思ってまして、あとは簡単に使える、気を使わずに使える、この辺もねかなり重要なポイントじゃないかなと思います。まあそういう意味ではですねこういうふうに気を使わずにガシガシ使える商品っていうのは、かなり僕としてはポイントが高いなと思います。さあそろそろできたかな。おお、こっち側にくっつくんだな。これをやると内側にくっついてしまうっぽいですね。やっぱ熱伝導がいいからだな。これ熱伝導がいいのでどうやら蓋はしない方がいいっぽいですね。この蓋にくっついてたんでとりあえずこのままいってみますか。あとはもう基本的に
焦げるまでやったらいいでしょう。一応ね、蓋しないでもできる商品ではあるんですけど、やっぱりね、蓋した方が個人的にはなんかこう上の方までね、火が通る感じがして好きなんですよね。どうだろう、この餃子に関してはですね、全体が同じようにね、火が通らないですね。やっぱり大きさがあるので、まあ、こういった感じでですね、火を回しながら調整して焼いていく必要があるかなと思います。まあ、これがね、シングルバーナーじゃなくて、そうだな、例えばカセットコンロとか、ちょっとこう火口が大きいものであれば結構いけると思うんですよね。ただこのシングルバーナーはちょっとこういった感じでですね、火の調整をしながら、手間をかけてあげる必要がありそうです。さあ、これでできました。お、いけそうっすね。これ今度こそこれに乗せて、よいしょよいしょ。さあ、できました。どうでしょうか。正直ね、餃子を焼くためだけにこれ買ってもいいんかなっていう感じはしますね。なかなかその餃子を焼くね、ちょうどいい大きさとか、そういったフライパンってなかったりするんですよね。しかもこんな値段でってないですよね、普通。これも最高のおつまみじゃないですか、餃子。これをね、初めて見た時にね、餃子はね、絶対試したいなと思ってました。で、結果ね、大成功だったので、これ今度から餃子焼く用のフライパンとして持っていってもいいですね。ということで、今回はダイソーのアウトドア用フライパン16センチをご紹介しました。ステンレス製なのでお手入れもしやすく、こんな商品あったらいいのになと思ってたものがですね、まさかこの300円で売られる日が来るとはね、ちょっと思ってなかったですね。で、今回ね、ダイソーさんがこういった感じの商品を出したので、もしかしたらね、これシリーズでなんかサイズ違いとか、そんな感じでね、どんどん発売されていったら面白いなと思ったりもしてます。今回ね、ダイソーに行って初めてこれを見つけたんですが、新商品なのかな。僕的にはですね、初めて見た商品だったので、今回はこれをご紹介しました。気になる方はですね、お近くのダイソーで見てみてはいかがでしょうか。それでは